今日の動画は決して友達いない自分面白いですよアピール動画ではございません。なのでコメントで涙拭きを点々点とかみたいな寒いコメントは打たないでください。注意喚起です。これはそれを守ってくれたらこの企画を行いたいと思います。友達が多いとクリアできないマリオ。休み時間席を立つと目立つから席を立てない。え、なんてって言われる。喋ったらびっくりされる。あ、喋ったって言われる。そうですね、これは別に良かったことですよ。先生に動きを面白がってもらえる。そこで笑いを取れる。自分でも声が小さいのか大きいのかわからない時がある。全員からくんづけで呼ばれる。そうですね、まあ、誰もいじってこないですね。先生だけ頭がいいと思われている。あ、間違えた。そうですね、みんなの口調が優しい。これ普通か。目を合わせられない。何でしょうね、人と仲良くなれない。なっているふりを、ふりはできる。なんだろう、あと席替えで横に来る人がかわいそう。親はコミュ力高い。親の方が生徒と仲がいい。友達と下校を登校したことが一回もない。高校生中学生は一回もないですね、少なくとも。そうですね、ズボンのチャックが開いていても一日中誰も指摘してこない。これ二度ありました。これ意外と学校楽しい。別に空気感が嫌いなわけではない。あー、文化祭を回る友達がいないからちょっと面白くない。ちょっとだけ、ちょっとなんです。人と喋る時に緊張してんのかと聞かれることが多々ある。みんながめちゃめちゃ気を使ってくれる。人の顔を3年間覚えられない。運動面で活躍してしまっても盛り上がらない。初対面の時が一番話せる。友達と友達の愚痴をめちゃめちゃ聞かされることがあるけど、結局その友達同士の方が仲がいいことに気づいてちょっと悲しくなってしまう。口喧嘩をしたことがない。関係値が薄すぎるあまり。感情がないと思われている。 YouTube やるとショート動画で陰キャと叩かれる。 YouTube で声が陰キャすぎると言われる。友達の弁当を食べたことがない。学校の食堂を利用したことがない。友達いないといけないですからね、あんなところは。これリアルなやついきますか。別に今言ったことに対して別にコンプレックスを抱えているわけではない。だからコミュ障なんですってネタにしてる人はコミュ障じゃないということです。それだけ言いたくてこの動画を撮りました。3人以上が会話に参加していると何を言ってるのかわからなくなり会話についていけない。休み時間中ずっと家から持ってきたタオルを折りたたんではぐちゃぐちゃにし、折りたたんではぐちゃぐちゃにしている。友達から誕生日を祝われることがない。朝おはようと言われたことが指で数える程度。歩くのが早い。 LINE は交換したら終わり。休み時間に教室を出る人はその後何をしているのか理解ができない。年下に敬語で話されるのが申し訳ない。本当の雑談を知らない。なんか発表がある時に張り切ってしまう。先生の方が仲いい。価値観があまりにも違いすぎて同じ人間だと思えない。複数人で喋ってたら声が聞こえづらくて雑談の内容が理解できない。まあちょっとさっきの言ってますけどね。そうですね、 YouTube の実況者グループに加入したと思ったら結成発表動画で なぜか自分がいない。これもありましたね。僕だけやったら申し訳ないんですけど、行事とかお祭り系はめちゃめちゃ好き。面接が得意。初めて会った時からだんだん好きになっていくのではなく、だんだん嫌いになっていく。プラスにはならないですね、初対面から。ほとんどの場合別にアウトドア派。虫捕りが好きなんですよ僕は。なんかもう自分あるあるになってますねこれ。現実生活で人をいじれない。一人の方が楽しい。なんか不適切な発言をしたら一日中考えてしまう。ああすればよかったからみたいな。友達から離れていくのではなく自分が友達から離れていってしまう。他の人の雑談が全部自分への悪口に聞こえてしまう。なんか横の人が自分が興味のある話題を喋った時に勝手に脳内で盛り上がってしまう。自分の趣味を自己紹介で絶対に言えない。学校で寝れない。人がいる場ではどんだけ眠かろうが寝れない。これよくありますね。学校で寝たことないですね。学校で眠くても。趣味が合う人と話が合うわけでもない。人と話してると早くどっか行きたいなと思ってしまう。自分といて楽しいのかなって思ってしまった友達とはもうすぐに縁を切ってしまう。ほんといろいろありますね。得意企画持ってまいりました。スーパープレイ集。店員さんに話しかけるのすら緊張する。店員さんに話しかけるのすら緊張するから、マックとか、そういうとこにすら行けない。世間話何が楽しいのって思ってしまう。世間話が一番苦痛。あと、空気はめちゃめちゃ読める。
遅刻するぐらいなら学校休む。怒られたくないんでね。だったら休んで心配された方がいい。入院して手術するために1週間ぐらい学校を休んで、久々に登校してきたら、え、旅行行ってたのって言われる。ちょっとショックですね、これは。ちょっとショック受けましたね、これは。何かのグループに属しても、全員が友達の友達みたいな状態。一対一と気まずいですね。人と仲良くなるのが嫌。気持ち悪いって思ってしまう。慣れ慣れしくしてくるやつが嫌い。思想がどんどん偏っていく。寄り道をしたら不審に思われるから寄り道できない。なんか気になるとこがあっても、寄り道したいなって思っても、いけない。これよくありますね、これ。20歳になっても飲み会に誘われることがないから、お酒を飲んだことがない。これでいいんじゃないですかね。注意喚起なんですけど、コメショーをネタにしてたも今日で最後です。もう僕友達いないですよアピールしてる人もあんま好きじゃないんで、そういうネタコメントは書かないでください。今日のコメントはですね、お通夜の気持ちで書いてください。さようなら。